成長したね。成長したと思うよ。だって前ならそんなこと、今日は見つからなかった。全ディスってだよ。本当？うん。もっとひどかった。もっとひどかった。全員ディスってたよ。あ、モカさん、モカさん、カッコリよ。ありがとう。舐められないような格好されてる。モカちゃん、ありがとう。モカちゃんって名前。田舎だなって言われないような格好されてる。あ、ね。英語の子名です。マサヤさん、帰った。どうだった？コンジローがうるさいんだよ。アムリンさん、ありがとう。ケリオケンさんはもうやったんじゃない？だからクルちゃんが一人がやればわかるかなと思って、クルちゃんには慣れてた。クルちゃんはこんなようなのったら見た目ですぐわかる。あ、見た目でやったことある。新町っていうあるの商店街があるんですけど、再発するらしいね。これも全部ハートありがとう。ありがとう、ありがとう。花火ありがとう。白いカリフラワー。よくできて、でもクルちゃんは俺明るいところで見たことないけど。楽しいですかそれ。でも大体なんかそういう風になっちゃう。正直言っていいよ。いいよ。最近じゃないよ。俺が生まれました。言わないよ。俺が聞いたもん。クルちゃんが何を聞いたんだ。ケツの穴にイボイボと。何それ。ケツの穴にイボイボ。ちょっとイボイボって言ってたじゃん。あります。って言ってて、それはどうなのかなっていう話。あ、俺それ裏で言ったってことだよ。はい。で今の話の流れで、三十年くらい前の話じゃない？あら、30年前。何？なんもない。友達に一応無心無心無心点があるんですよ。クルちゃんは大学生だった。これがね。で、西武検査行って、ちょっとイボイボがあるっていう話の流れだから、別に借り口じゃない。あれ、箱に入れるやつだ。そうそうそう。ベッド出てくる。駅人いないとかね。無人駅がある。無人駅もあるよ。無人駅は実家だから。いや、でもそれは違うんだって。なんか、肛門の周りに。もう言わないで、俺言ってほしくない。いいよ、十分言うよ。言って言わないで、知られたくない。俺もキレイだから、とにかく好きだから。キレイジみたいな、キレイジがイボになったみたいな。だからコンジローマンではないんだよ。いや、もう、駅って言っても。いらっしゃいませ。あ、ゆうちゃんだ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ゆうちゃん。キャーキー色いとか手知れやがって。このおにぎり。目に持ってるよ。青壁の前でディスったの。目に持ってるよ。ごめんね、ゆうちゃん。あれだからね、あの新野鳥はね、あのお金のことね、あ、怒ってないからね。ああ、聞いたか。ゆうちゃん、俺怒ってない。なんかパルに聞いたんだけど、裸の写真をリスナーに送りつけてるらしいね、ゆうちゃん。パルに聞いたんだけど、いろいろ。まあ、それ自白で言ってたけど、ね。歯黄色いとかは知らないで。いや、違う、本当も言わない。もうごめんね。なんか、歯がガタガタ星人って言ってた。いや、違う、それは言ってないよ。でもやめて。愚かすぎてたじゃん。それは言ってない。ガタガタ星人だよ。歯が溶けてて、歯が黄色いって言った。それは認める。よくそんだけディスったやつに。ゆいちゃんなんて、のんきに挨拶できるね、お前。だってゆいちゃんがディスるからさ。ゆいちゃんディスらないでしょ。で、あの、バルがディスった。お金返せって言われて、新やったの。俺、貸してないんだけど。おかしいよね、深夜ってね。ああ、そう、最近ね、ちょっとアンチ抵抗、意味がわかんない、ね、狂ってるよね。狂ってる。深夜ってほんと気に食わない。それだけ好きってことじゃない。いや、ムカつく。気になる。嫌いの反対は無関心だからね。あ、でもイラつくってことはちょっと気持ちがやっぱ好きだよ。ある。あ、ニヤニヤした。うわ、いや、でも私深夜って何言われてもあんま言い返してないじゃん。でも今言ってるってことはおかしいので、落ち着きねえな。心の底に何かあるかな。多動性みてえな。バカすぎる。俺みたいで言ったのは。でもやっちょも今あんま言ってないから、クルちゃんのこと。もういいけど。あ、しかもゆいちゃんにちゃんなんかおごるか。ね、言ったこと。いや、いい。貫き通せよ。いや、悪いよ。なんで？いっぱいだけ怒る。歯がガタガタで黄色くて。それ言って、歯がクソみたいな女だって言ってたじゃん。それ言ってない。言ってたじゃん、青壁の。それゼロワンね、その言葉。言ってたよ、これ。言ってね、言ってない。言ってたね。放送でしょ。放送で。放送では言ってないよ。言ってたじゃん。歯が溶けてて、歯が黄色だった。クソみたいな、リスナーに裸の写真を送るようなクソみたいな女だって言ってたじゃん。それは言ったかもしれない。うん、それは見てない。え、でもゆいちゃん自分で一途って言ってたよね、ずっと。だからその、
ろいろあるんじゃない？それは自爆で言ったからゆうちゃん。あ、ゆうちゃんに一時期めっちゃディスられてたの。誰が？私がね。言ってやるよ。はっきりさせないよ、これ。そうだね。横にちゃいさせる。しかも俺、とんでもないことを知ってるしね。何？言ってよ。ホテル。何ホテル？いやいや、それはいい。何、教えて。気になる。やめて、本当に。痛っ！あ、痛い！痛い！痛い！大丈夫？なんでだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ゆいかさん、殴ったところだからね。もうやだ。なんで言うんだよ、バカ野郎。何、ホテルって何言ってくれちゃう。そんな大事じゃないし。何したの？うるさいな、本当に。すぐ手出す。そうなの？手出したことないけど。DV 切ったの？ドルちゃん、ダメだよ、DV ビンタ、もうやだ。教えて、ホテル何？やだ。まあでも、ここまで言ったらリスナーも、ね、気になるよ。1170人だよ、もうなぁ。なんで？え？何？言ってないじゃん。もうゼロワン信用できないな、正直。マジか、俺詰め言ってないじゃん。じゃ言わなくていいでしょ。ホテルって言っただけ。そう、言わなくていいでしょ、今。ホテル何？だから言わなくていいんだよ。ゼロワンのこと信用してるから。でも寝ちゃってるよ、ホテルは。ホテル行っただけだ。だから私はゼロワンのことを信用して話したけど、今この人がね、なんか言っちゃったから。ホテルって言っただけじゃん。HOTL。え、じゃあホテル、はい、ホテルです。だから何？1時間。一番お安いコースでどのくらいが違ってやろうかっていっぱい飲まれたら1100円からテーブルチャージで体を買ってきて、そこから1時間1杯だけっていう形でも最低でも全然大丈夫。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ごめんね。ディスるじゃん。出前なんかいっぱい、一品いいよ。ここで、あ、そう。なに、ゆいちゃん、パルに聞いたけど、そんな歯ガタガタなの？歯ガタガタとは言ってない。いや、俺そんな風、俺そんな風には思ってなかったんだけど。俺ダメ、そんなこと言ったら。パルが言ってたから。歯ガタガタって言ったっけ？全然黄色くないじゃん。じゃ、ゆいちゃんは、歯ガタガタじゃない。え、言ってたじゃん、そうやって。歯ガタガタって言ったっけ？言ったよ。覚えてないけど。言ったっけ、あれ。クソみたいな女。ゆいちゃん、今日言ってたよね、パル。朝、青壁でね。朝は見てないけど。朝は見てないけど、この間笑ってめちゃくちゃ言ってたよ。お金のこと新やっちゃうかテロップでね、なんかお金貸したみたいに言ってたから聞いただけなのに、そう言ってたから、言い過ぎたごめんね。にわか、にわかはそうやって勘違いしてコメント打つとか言われてたじゃん。だからパラパラじゃない、応援してるのか。うわ、そうだ、ごめん、それ勘違い、ごめん。俺まで、俺の耳までね、入ってきた、それ。それはブロック解除する。ブロックされたの？あの人は逆に気になるわ。何やったの？ディスったんでしょ、また。知らない。俺はディスらない。違うよ、もう倍目はなくて。あ、そうだ、なんか言ってたよね。そうだよ、だからブロックしてたけど解除したよ。うん。俺の耳までパルが悪口言ってるの入ってきた。もう言うね、かわいそうだなと思って。そうだよ、なんかゆいちゃんに一生絡んでくんなとか言ってたじゃん。そうだ、言ってたら、ね、そんなこと言ったの？そんなこと言わないよ。言ってたじゃん。ゼロは、それはダメだよ。俺されてない。うわ、新やつの曲じゃん、気持ち悪い。ちょっと変えてください。でも俺知らなかった。この曲変えてください。新やつの曲なの。気持ち悪い。そんな、これ踊ってた。すごい記憶力だね。やっちょく、やっちょ意識しすぎた。抱いてもらえばいいか。え、でもこれデコニーナの曲なんだよね、多分。ヤレチニーナの。あ、そうです、ニーナさんの曲です。あ、そうなんだ。あ、ノーダストだ。てか、新やつが悪くない、それって。あのね、まあ、俺と出る人の問題だからね。臨場枠をして、ゆいちゃんが勘違いしたってことでしょ。バカだよね、新やつ。新やつってバカだよね。あれは、あれは面白いと思う。くるちゃん、いいよ、ゆいちゃん。あ、ゆいちゃん。女の子同士の方がいいよ。隠しないのかな。歯がガチャガチャってどういうこと。充電しないといけないから。なんで煽るの。いいよ、じゃあゆいちゃん、ずっと歯のこと俺に言ってくる。いや、ガチャガチャって言うから。どういうこと。和解したんだから。どういうこと、ガチャガチャって説明してよ。ガチャガチャとは言ってない。言ってたよ。ガチャガチャは言ってない。
歯は綺麗だ。歯並びは俺言ってない。歯は綺麗？歯並びは言ってない。言ってたよ、散々。歯の色がおかしいって言ったら、いや、ガタガタで黄色い。もうだから、ガタガタで言ってたじゃん。認めなよ、歯を。やめよう、なんか女の子の。そうそう、本当だよ。言ってたよ。これ、ゼロランがあるよ、これ、今。いやいや、マジで。やめて、煽るで、やめて。あれだよ、あれだよ、クルちゃんだって。歯何、ポンチョコスだって、いろいろやったんだよ。ダメだよ。やめなよ。ほらもう、あゆいちゃんなんかいつも私の枠にばっかり映ってくれて、ごめんなさい。全然いいね。今日店長だよね。なんでゆいちゃんさ、昔くるちゃんディスってたの。そうなの。昔私が悪いんだけど、じゃあアンケートだよね。遊ぼうって言って、あれどうしようってなった時に、お前ゆいお前消えろとか、めっちゃコメント欄になったの、うんうん、でアンケートじゃあどうすればいいか分かんないみたいになってアンケートを取ったところ、うん、結局ダメだったの、うん、だから切れたのよ。なんで切れるの。だからあんたたちが言ったことを真に受けて、うん、別に自分の意思で行きたいなら行けばいい、行きたくないなら行けなきゃいいのに、うん、アンケートを取ったからなんで受け取るのって言ったの。ああ、それでも当然じゃん、不安だし。だからそれだったら断ればいい、別にアンケート取るまでもなんか行きたくないよって。だからみんなに悪口言われたから嫌だったの、あんたたちに。自分のやっぱリスナーにね、耳を傾けるのは当然だ。いや、確かにいいことだよ、うん、だけど、絡む人間関係は自分で決めればいいんだよ。確かにそう、晒し物にしちゃったみたいな金あってやって。まあ今気にしないよ。今気にしてない、うん、ゆいちゃん、器でかいよ。やっぱなことないよ。いや、でかいよ。短期だよ。いや、めっちゃディスられてたよね、私。ゆいちゃんだって一番最年少だからね、この中2221か。ええー、私22。若いからね。でも、くるちゃん何歳？口止め。4。俺と同い年。くるちゃんに口止めしてることないの、ゆうちゃん。いや、もう配信で言ってるよ。もう最初はしてたけど、1万円貸したこと言って、ファン投げたよって報告して、スクショも出した。あ、そうなの、投げてくれたの。後から言った。何1万円貸したの。だからその時、お金があれだったんだけど、1000人くらいいたから、なんかもうごとごとお前返さないから返さない方がいいとか、その時なるかなと思ったから、後で言えばいいかなと思った。何の話？1万円借りたの。お前が言ったんだろ。はい。話しかけんな。ゼロワンかな。え、何？お前絶対にだとからない。そうゼロワン、それは。なんで切れたの？お前は聞いてきた。なんで切れたの？え、何？急に。何がしたいの？いや、揉めさせようとしてるねゼロワン。もういいや、にだと絡まないと。何の話してるの？どういうこと？急に切れた。謝った方がいいゼロワン。謝った方がいい。謝ってゼロワン。一万クルムに借りたの？謝ってゼロワン。言ったけど。くるみ借りたの。その時は俺知らないんだよな。だから今言ったじゃん、自分が言うことないのって。それしかないから。え、何よお前、ひもぶさいく、こっち見んな。なんで来たば、そうそう、こんな態度なの。1万円を借りたの、くるみに。だから貸してもらったの。その時自分が6時ぐらいに起きて、新宿に忘れ物があって、でそれで取り行かないといけなくて、時間間に合わなかったの、CC、うん、だからお金下ろせなかったから言ったんだけど、1000人以上見てたから、ゆいに貸すなとかなると思ったから、その時は1回黙っててと言ったんだけど、それをなんで今更言うの。で返したの。返してないけど、スクルちゃんがね、言ったじゃん、あのホテルをゆいの砂さんが取ってくれて、自分一緒に泊まるかってその日になったから、その宿泊代ね、かかるじゃん、だからその宿泊代にしていいよみたいなこと言ってくれたじゃんね。だからファンタ投げてロケット5発ぐらい全部で合計、それで返済したみたいな。そう、アイテムで。なのにそれを注視した。え、ロケット何発投げたの。だから5発ぐらい。5発足りないじゃん。めっちゃ投げてた、めっちゃ投げてくれてた。確かに。で、くるちゃん納得したんでしょ。疑ってるね。え、だってさ、ロケット花火10発投げてもらったじゃん。俺がね。うん。くるちゃんはその他にも投げてもらってた。くるちゃんに何発もらったの、ロケット。